はい、皆さんこんにちは、こんばんは、パナヒーローです。すみません、つなげないんですが、先週の続きで海外ドラマについてこれから話します。海外ドラマをもともとハマってて、それこそさ、韓ドラとかもよく見るんだけど、実際さ、途中までしか見てないよみたいなやつもあるの、ちらほらと。それこそさ、ゴシップガールとかさ、あのウォーキングデッドも見てて、なんか途中でね、見ることをね、断念してしまってたんですね。シップガールとウォーキングデッド見てたんだけど、シーズン2でどちらもちょっと断念というか諦めてしまって、だからこれを機にもう見返そうかなと思って。1からやっぱもうおさらいしてないと多分覚えてないね、ほぼ話の内容。あと学生の時ディズニーチャンネル見るのめっちゃ好きで、そこであのベイバリー通りのウィザードたちとか見てて、セレーナ・ゴメス大先生ですね、お知るきっかけになって、マジかっこいいじゃん。めっちゃ見てたわ。オースティン・アリーとか見てたし、シークレットアイドル、ハンナ・モンタナ。ハンナ・モンタナやばいよ。バイブルって感じだよね。なんか誰しもが海外ドラマ好きになって、一度は見るみたいな。いたいたいた。スイートライフとか何回も見せた。で、ディズニーチャンネルって、毎日1話、2話ってやんじゃなくて、今日は64話だよ、今日は38話だよみたいな感じで、そういう感じでランダムにやってくんだけど、大体こうストーリーの1話完結だから、設定さえ分かればみたいな。オープニングで大体設定こんな感じだよみたいなのやんだけど、あいつを殺そう。もうスイートライフとかマジ字幕なしでもわかるかもないよ。トゥワサンスインズ、リーブとマーリーとかね。見てたわ。シェキラとか見てたわ。グッドラクチャーでもね、めっちゃ見てた。思い出に残ってたシーンがあってさ。主人公のチャーリーは女の子の赤ちゃんなんだけど、お姉さんがいて、いつもそのお姉さんが多分大きくなったそのチャーリーに向けてビデオログを撮ってるみたいな感じなのね。で、そのお姉さんがデートしてる回があるんだけど、そのデートしてる時になんか緊張のせいでめっちゃ喋っちゃうのよ。で、あまりにもペラ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 喋るもんだから、彼氏がね、もうキスをして、で、あ、そうだよね、私めっちゃ喋りすぎるから、もうこうやって口を閉じるしかないよねとかって言って、あーっていう、なんかもうね、そのここがね、覚えてるというか、キュンキュンっていう場面。チャーリーバカ可愛いんだよな。あとジェシーとかも見てたね。ジェシーはベビーシッターなので、なかなか癖強い子供たちの世話をするんだけど、普通にね、そのベビーシッター役の主人公の女の子が可愛くて、これクラスいたらモテるべって感じの美人な方ですよ。テンスマイキーシーとか見せた。ちょっと今ディズニーチャンネルの一覧をちょっと調べながら見て言ってんだけど、超見てたわっていうのがめっちゃある。ブログケンスタンとかで、スイートライフはオンクルーズっていう続編みたいなのが出てます。天才眼球アントファー見てたね。レイヴンのうちは超大変とか見てたわ。サニーウィズチャンスとか見てたわ。マジいるね、いるいるいる。あ、レイヴン見えちゃって超大変。見てた見てたわ。ちょこちょこね、見てた。ちゃんと見たのはスイートライフとかあるんだけど、やっぱ見る時間大体同じじゃない、ドラマとかって。Only two teams left. Getting close to victory. じゃあ最後にイベントも行きますわ。最高の方を使ったと思うんですよ。なんかこの AK の方が調子がいいんですね。ってことで最近ね、 AK 使うこと多い。Good work, soldier. Now deposit those stats on bank. Nielsen is ready. Enemy in sight. Target in sight.Enemy in sight. UAV online. Target's in sight. Got shot.
Reloading. Enemy in sight. しょうがない。これはしょうがない。禁止状態で向かうとこうなる。しょうがない。はい。Enemy in sight. Enemy down. なるみな後ろ向いてて。Enemy contact. Sentry gun ready to deploy. Enemy contact. Enemy in sight.ありがとうございます。モンキーやってもらうと。ちょっとこの2つが最近ハマってるパンダの COD 劇場ですね。ちょっと海外ドラマについて今回話したんですけども、皆さんのおすすめも知りたいですし、あとこのゲームやってみてとか、フレンド全員なってよみたいなありましたら、ぜひぜひお待ちしてます。プレイしてるのは基本 iPhone でやってるから、iPhone でできるやつかな。あとパンダ知らなかったんだけど、 COD とかって PC でできるのかな。その使ってる媒体によってはフレッシングができないみたいで、それを初めて知りましてね、ちょっとそれを言ってなかったと思って。 iPhone なんですやってるの全部。なんでちょっと PC ね、スペック高いのゲットできればいいんだけど、今使ってるパソコンがポンコツなのでちょっとできなくって、皆様の使ってる端末が携帯であれば申請していただければ、ぜひぜひ一緒に行きましょう。はい。ここまでご視聴くださりありがとうございました。この動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。まだ Twitter や TikTok やってますので、ぜひぜひフォローの方お願いいたします。やっとですね、10人達成しまして、その後11人に YouTube の登録者数増えましたので、まだまだ増やしたいなと思ってあります。応援のほどよろしくお願いします。他に週1で Twitch の方で配信も行ってます。不定期ですので Twitter の方フォローしていただければ通知の方を受け取れるかと思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。では今日の動画はここまで。また次の動画でね。パンダヒーラでした。バイバーイ。